メタバースパパニュース。こんにちは。いかがですか？体調は崩されてないですか？そいつはよかった。私も元気です。この番組は、普段は都内の外資系企業のセールスエンジニアなのに、メタバースに取り憑かれて1390人が参加するメタバースイベントを主催するようになったパパ丸山がお届けするメタバースバラエティです。メタバース、そして最新テクノロジーを使いこなして一緒にこの現代という荒波乗り越えていきましょう。メタバースの話以外にもね、子育てとかいろいろお届けしております。さあ今回はですね、メタバースハラスメントをお届けしていきたいと思います。まあ現実社会でもね、嫌ですけれども、メタバースでも出てきてしまったという形になります。でまずメタバースハラスメントとはっていうところなんですが、近年仮想現実の技術が進歩しまして、メタバースと呼ばれる空間ができました。でこのメタバースの空間の中でもコミュニケーションや社会活動が行われていて、多くの人々が活動しています。しかしですね、やはりその仮想現実の世界でもハラスメント、いじめが起こることがあります。このような問題をメタバースハラスメントと呼んでおります。じゃあ実際にメタバースハラスメントの被害とは、こちらメタバースハラスメントの被害はですね、精神的な苦痛、社会的排除、偏見の拡散などが挙げられます。もちろんセクシュアルハラスメントですとか、人種差別、差別的発言などもそれに当たります。でさらに個人情報の漏洩、セキュリティ上の問題というのも非常に心配されています。これ日本でも実際に起きていまして、2022年、メタバース内でのいじめや嫌がらせが報告されていて、一部のプレイヤーが退会するという事態が発生しています。でさらにこのアバターというものがメタバースの空間にはあります。自分の現実社会とは全く違う自分の好きなキャラクターですとかデザインで仮想空間を歩けるんですけれども、このアバターを利用したセクハラ、人種差別的なコメントなども報告されています。でもまあこれよくよく考えてみると、メタバースハラスメント防止するにはっていうことが、まあ考えるのが大事なんですけど、リアルもバーチャルも一緒だと思います。やはり人と人とのコミュニケーションですから、こうバーチャルだから楽だとかね、バーチャルだから何言ってもいいっていうわけではないっていうところをまずは肝に銘じたいですね。まあその他対策として、プラットフォーム側が積極的な対応を取るというのがまず必要ですね。まあ、報告の受付とか、あと違反したアカウントをねすぐ排除するとか、そういったところも大事です。そして先ほどね、私も最初冒頭に言ったんですけど、そうまずユーザー自身もハラスメントに対して教育とか、あと啓発を行うことが大事です。プレイヤー同士を尊重して、こう尊重し合う文化をね作っていくのが非常に大事じゃないかと思います。まあこのメタバースがより一般的になってくると、現実社会で起きている問題がメタバースでも起きてくるということなんですね。まあ、以上のようにですね、メタバースハラスメント、まあ、これから深刻な問題になってきてしまうと思います。プラットフォーム側はもちろん、我々ユーザーも積極的に取り組むことが大事ではないでしょうか。そしてですね、社会全体でハラスメントや差別を許さない文化を育てるということが、まあ、現実社会ももちろんですし、このメタバース発展にも重要な課題であると言えると思います。というわけで今回はメタバースハラスメントの話題をお届けいたしました。パパニュース、以上パパニュースをお送りいたしました。最後までお聞きいただきありがとうございます。いやそれにしても桜が満開ですよね。せっかくいいタイミングだったのに雨がね続いてしまいまして、久しぶりに晴れて桜見たなと思ったら、もう葉っぱがねもう見えてきているということで、相変わらずこの一瞬ですね、ソメイヨシノね。ちなみにソメイヨシノってクローンだって知ってました？そうなんですよ、あの一本の木の DNA、 そのまあ一本の木から生えた枝とかを使ってるので、みんな同じソメイヨシノなんですね。そのソメイヨシノがそろそろ寿命を迎えてしまうということで、まあ、一斉にソメイヨシノが日本から消えてしまうかもしれません。
まあ、桜っていうとソメイヨシノのイメージありますけれども、様々な桜がありますのでね、ソメイヨシノはソメイヨシノでまあいいですし、亡くなってしまったら悲しいですけれども、まあ、いろんな桜をね、見る機会にもなるかもしれませんので、今からちょっとソメイヨシノ以外の桜どこにあるだろうって探してみるとね、ちょっと楽しいと思いますので、ぜひいろんな桜見てみてください。というわけで本日もパーパーニュースに耳を傾けていただきありがとうございました。お相手はメタバースパーソナリティパーパー丸山でした。どうしてもってわけじゃないけど、フォローしてくれたら嬉しいな。バイバイ。